どうも、リキさん。どう。最近何買いました？はい。はい。ユニクロ U 2022年。はい。春夏。うん。買ってきました。今日。はい。発売日でしたね。まあ、とりあえず。はい。コーナーもね、なんかね、うん、できてるような、できてないようなでね。はい。結構、ゆるっとしてました。それはいつもと違ったってことですか？そうですね。ちょっと打ち出しが。いつもはもっとバーンとこうコーナーがあるみたいな。そうそう。そんな感じでしたね。はい。僕はゆっくりお昼ぐらいから買いに行ったんですけど。並んだり、整理券配ったりすることもなさそうでした。そうですね。はい。そうなんですね。完全にじゃあ。落ち着いた感じ。落ち着いた感じ。はい。はい。ユニクロ U は、クリストフ・ルメールさん。はい。まあ、パリコレ。うん。出ている、まあ、デザイナーが全体監修してて。はい。まあ、ユニクロにはないテイストの洗練された洋服を提案するというラインナップですよね、うん、そうですね。じゃあ早速。そうですね。袋があるってことは買ったってことですもんね。買いましたね。はい、はい、ご紹介ください。1品目。はい。じゃん。はい。こちらオーバーサイズシャツ半袖。はい、シャツですね、うん、お気づきのことありますか？僕はないです。私はユニクロ U の、はい、レビューを始めてから、はい、ユニクロ U でシャツを買ったのは初めてです。ああ、なるほど。いつも警戒してましたもんね。なんか身幅細めで丈長めなんで、はいはい、これちょっとスタイルいい人しか似合わない、うん、今回からね、はい、随分バランスが変わって、こちらね、僕ね、着れました。あ、よかったです。ただ着け、ルメール。はい。これオーバーサイズじゃない。ジャスト。ジャスト。中日中前にはジャスト。そもそも今さ、オーバーサイズって歌わないものもオーバーサイズじゃないですか、ほとんどのデザインって。もうレボルトになっちゃったみたいな。なってると思うんですよ、基本的に、はいはい、なのでそこでオーバーサイズって銘打ったら、まあまあオーバーサイズじゃないとであってほしいと。オーバーサイズ感ないと思うんですけど、うん、これ全然ね、うん、オーバーサイズじゃない。サイズいくつなんですか？ M。 M？ もう普通、これ全然普通なんで、うん、もう分かんない、マーケットティングしてさ、はい、オーバーサイズっていう言葉がさ、まあ今もてはやされてるからつけたいのかもしれないんですけど、うん、これはあえて言うほどオーバーサイズではないんで、あ、もうほどじゃないと。書いてほしくない。なるほど。でもよかった。よかった。よかった。むしろ大人。ああ、なるほどね。来てみていいですか？あ、お願いします。はいはい、来ました。はい、どうですか？まず、はい、オーバーじゃありません。だよね。間違いなく、はい。これ M サイズでオーバーサイズって思えないよね。そうですね。普通だよね。まじ、リキさん160、170か。170センチ。170だから、まあ M でしょうね。はい、うん、普通だったらね。小さめ選んだってわけでもなさそうですしね。まあ、大きめ選んだ感じもないでしょ。でもないし。ジャストなものを選んだ感じでしょ。これはジャスト、確かにジャスト。ちょっと立ちますよ。はい。どうですか？オーバーサイズですか？いえ、ちょうどいいです。ちょうどいいよね。ちょうどいい。その逆に俺としては、もうちょうどいいから、うんうん、これはいいなと思って買ったんだけど、うん、ちょっと名前にはね、ちょっと俺問題ありだと思う。まあでも今までの池さんが警戒してた、うん、ユニクロ U の社からすれば、うん、横幅が広くなったから、初めて買えたわけですよね。そういうことです、そういうことです。従来と比べれば、それはちょっと。そういうことです。今までよりも、多少こう、身幅と丈感のバランスが良くなったのと、あと、この袖丈がやっぱここまであるんで、うん、ちょっとバランスが上に持ってかれない。はい。全体的にこう横に、うん。まあそういった意味ではオーバーサイズ的ではあるんですけど、ね、まあ、世の中のオーバーサイズではないよね。やっぱ色もいいじゃないですか。色もいい。いつも柄いいんですよ、ユニクロ U。でもサイズだけが僕問題で変えてなかったんで、うん、まあ今回はね、オーバーサイズという、うん、こう、ところにチャレンジしてくれたおかげで、はい、普通に着れる大人のシャツができたっていう感じで。そうだね。はい。これも夏ね、アイスウォッシュとかでも合うと思うんで。はい。まあ、夏に本当着たいなっていう、うん、そのストライプがいいですよね。いいよね。次は、はい、大物いっちゃいますよ。もう、はい、こちら、はい、トレンチコート。あ、前から見るとね、シングルのステンカラーコートみたいなんですけど、はい、まあ後ろがね、ペンチレートついて、はい、ちょっと、後ろから見るとトレンチコートらしいと。
これね、秀逸でしたね。秀逸でした。うん、これ12,900円だよ。やっぱり素材感どうですか。いいね、シャリシャリで、薄め、軽めで、あのちょっとこうシワ加工みたいな感じ、はいはい、で、ブラックっぽいけどダークグレーです。ダークグレーですね。これ着やすいよね。うん、いや、これはいい。ちなみに僕 L サイズです。これは L 着てみましょうか。はい、お願いします。もうルメールだね。もうルメールですね、これは。いや、これね、さらに僕すごい言いたいんですけど、はい、締めてきたらかっこいい。ボタンをめちゃくちゃかっこいい。はい、締めました。はい、このチンストがついててね、襟立てられるのよ。もうチンストまで止めちゃうってことですね。止めちゃうの。それで、はいはい、これ締めるの、はいはいはい、ただこれね、あのベルトループ通すんじゃなくて、こうギュッと、はいはいはい、適当な感じを装うっていうかさ、ギュッと結ぶのよ、これを適当な感じで、はい、ほら、いいですね。これもうルメールじゃん。ですね。どこのって言って、めちゃくちゃいいでしょ。言われたらもうルメールです。このちょっと、なんでしょう。ここで絞れることによってね、今最近流行ってるタックインみたいな感じのね、ちょっとシルエットになって。うん、クラシックなね。そう。これめちゃくちゃいいんだよね。いいっすね。確かにそう着た方がいいですね。こう着るとなんとなくもうかなりハイブランドな感じしますね。しますね。いや、これは、まずい。まずい。そういうことっすね、本当にね。だってこれ12,900円で作られちゃったら、じゃあ俺が何か作るときに、うん、12,900円の概念が壊れちゃうよね。そうですね。いや、まあ数の理論ではあるんでしょうけど、にしてもだよ、うん、にしてもこのロングコートが12,900円、ボタンの大きさも絶妙、ちょいやぼね、うん、ちょいやぼったいんだけど、そこが本当にフランスっぽい。はいはい、それはいいですね。よくできてるよな。売れそうだけど、めちゃくちゃ売れそうだけどな。で、ちなみにですけど、これも L サイズ最後の1点でした。あ、じゃあ人気だったな、これは。これはもしかしたら本当に人気出てるかもしれない。うん、いきなり思ってちゃいましたね、しかし。はい。うん。まだあり。もう一点。あ、まだある。はい。いいですか、じゃあちょっと教えてもらって。はい。次。はい、出ました。はい。これです。フレンチリブ。フレンチリブの、はい。はい、フレンチリブパンツ。これ。はい。すごい。すごくいい。これは、はい。もうシルエットがやばい。良い。良い。やばいんだ。僕 S サイズを買いました。それ S ですね。はい。まあ、丈で選んだ方がいいかもな、これ。なるほど。まあ、うん、腰回り、布団回りはこう柔らかいんですもんね。柔らかいです。はい。でも、適度な張り感があるので、体のラインを拾っちゃうってことはないんで。あ、このスタイルの悪いおじさんでも、これ履いたら美脚。そんなになんか別に普通のストレートラインに見えますけどね。履きましょうか。はい、ということで全身ユニクロ U になりました、はい、いい感じじゃないですか。めちゃくちゃ今回良かったね。埋めるって感じがします。するよね。もうすごいします。で、なんかちょっとね、今回パンチ効いてないじゃないのとか言っちゃったんですけど、うん、謝りたい。はい、ごめんなさい。やっぱりさ、もうさ、これ YouTube も 1,2 年続けてると毎回ユニクロ U 見てるじゃないですか、うん、そうですね。そうするとさ、なんか徐々にさ、なんか買わなきゃいけない感じになってくるわけよ。何かしらね。そう、買いたいというよりは、買わなきゃいけないものを買いに行くイメージになってたわけ。はいはいはい。で、買いたいものなかったらどうしようのが強いわけも。うん、でも、今回は行ってみて、はい、なんならこれ以上買いたいもの結構あったんですよ。あら。カバーオールもすごい良かったし。うん、見てみたかった。デニムのカバーオールすごい良かった。僕はデニムが気に入ったんですけど、うん、デニムすごい良かったし、あのやっぱりね、全般的に何しろ良かったんで、今回はあのそんなにね、先ほど言ったみたいにバカ騒ぎになってないので、うんうんうん、ゆっくりね、お店の方に見に行くことをお勧めします。とはいえコートがもう売り切れてるってね。そうね、サイズが消しそうなんでしょ。あと、はあ、もう一つあって、あ、僕絶対チェックしたかったものが売り切れててなかったんですよ。それ何ですか。カバン。カバン、あれか。あれが一個もなくて。あれはだって良さげだったもん。いや、本当に、うん、それでないの。あ、売り切れたのか何なのかってこと。分かんない。だって1個もないんだよ、お店に。そんなことあると思って。ほら、色によってはさ、残ってたりするじゃないですか。店員さんに聞かなかったんですか。あ、
いてもいいんですよ。聞いてもいいんだ。いいんです、いいです。でも、もう YouTube 始めてユニクロ行くとさ、はい、みんなが俺を見てる 気になっちゃってね。着替え妄想みたいな。そう、今日もあの何人か声かけられたんで、もう、あ、どうですか？そう、もうリッキーだってバレてるみたいな。確かに。こそこそ買い物してる感じなんで。確かに店員さんもね、一応やっぱ見てるか、自社のサイトとかね。いやー、見てたらちょっとあれだなと思って、ちょっと聞きづらいみたいなとこもあって、でも次回から聞きます。あ、お願いします。はい、ということで、はい、今回のユニクロ U、うん。一安心。マジで一安心。あの、ありがとう、ルメール。はい。ただ聞け。はい。オーバーサイズの意味を履き違えてるぞと。結果良かったけども。良かったけど、はい、ちょっと違うぞっていうことでね。はいはい、ということで、うん、まあ、今回のコレクションは、うん、気持ちよくいろいろ買い物できたので。良かったです。はい。皆さん、はい、これどうだったみたいなことがあったらコメントいただければ。うん、そうですね。見てきた。はい。自分の感想を、そこにね、コメント返したいと思いますんで。はい。コメントいただければと思います。ありがとうございます。はい。じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、ミキさん的には、絶対しまいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい、グッドボタン押して絶対してもらいたい、じゃあ絶対ってことで。